WBS 和歌山放送ミュージックガレージ、毎週日曜日夜9時から放送しています。はい、先週に引き続きゆめちゃんも残っていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんすかねこのアングル、ローアングルやね。もう全員がしんどいっていうだけの ね、 ね、本当にめちゃくちゃ一番しんどいですねこれね。左肩斜めにこっち、まあいいや、みんな左斜め、いやさ傾きがね、傾きがね、よろしくお願いします。風強いの後ろからうわーって来てるの。あの今日これね、こういう感じで撮ってるの理由がありまして、はい、デコピがいません。はい、はい、ちょっといろいろありました。特にこれといった問題ではないですけど、今のスタジオの準備をしています。なのでちょっと早めに我々が先に撮っちゃおうかということでね、うん、始めましたね。さあ1月の23日ですよ。何喋ります？今年も始まって早1ヶ月早いですね。早いね。行く1月、逃げる2月、去る3月と言いますけれども、行く1月ですね。もう要は早く過ぎるってことね。もうなんかもう行っちゃったねってもう行っちゃったよ、早いよ、何してんのよ。まあお正月休みもあるし。そうですよ ね、 ね、今日撮ってるの1月5日ですけれどもね、まだまだ始まったばかりです23日のことなんで何も分かりませんけれどももう先に YouTube 撮っております。ミュージックガレージ毎週日曜日夜9時から放送しておりますが、はい、1月5日に撮ってる23日分ですので、そうです。ちょっとじゃあ今年の、はい、抱負をドンキーさん、ゆめちゃん、僕でちょっと行こうかなと思います。はい、じゃあドンキーさんお願いします。はい、今年、より一層ね、このミュージックガレージの、パーソナリティの絆を深めたいと要はもうキーワードは絆を深める急になんかかっこいい感じ絆を深める、よろしく。 うるせえドンキーでしたはい、次ゆめちゃん。ゆめは今5日なんですけど、おい、ごめんなさい、邪魔しました、すいません。今週の7日から、はい、ロジオライブツアー大阪が、大阪、から始まる。おい、こうやってやってました。あ、いい承諾選んでいいからこっちがボケてるから、何されるね、あ、いや、はい、おい始まるんですけど7日から、はい、おい、で、6月にはワンマンライブも控えて、今年は直接音楽を届けられる年になると思うんで、あ、やっとやな。はい、楽しみですね。はじけまくるな。はい、で、あとは本当に楽しみだねあー、やらへんのかいちょっと遠慮がまだありますよね。遠慮がありますよね。ゆめちゃん、ええんやで、ボケてるときはそれなりの覚悟を持ってやってるからええんやで。OK です、任せてください。まあ、もう、任せてください、いただきました。ということで、うん、ラジオに出演させていただいてるので、はい、違うタイミングで違う人の邪魔が入ってきた。ゆめが出演1回なんですけど、その時もメッセージ、もうすでにね、たくさんいただいてるんですけど、ゆめちゃんもちょっとたまにね入ってない時もあるんで、皆さんがちょっとゆめちゃんって入れてくれるな、入れていただけたらすごく嬉しいなと思います。馴染めるように頑張ります。まだまだ、イエイ。てっぺさんどうぞ。今年は怒らない1年にしたいと思います。怒らない、怒るんですか、誰に対してWBS 和歌山放送ミュージックガレージ毎週日曜日夜9時から放送しています